誰でもできて引っ込むよ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。お腹を引っ込めたいよって思ってる方の多くは反り腰なんですが、腹筋すると反り腰治るの分かるけどできないんです。そういった方におすすめなトゥーアップというのを紹介していきます。今日も一歩前進しましょう。寝たままで腰が少し反れてると思います。反れてる腰を、足を少し開いた状態でつま先を上げます。そうすることで骨盤が少し立ち上がります。これでお腹を引っ込めると腰が床につくと思います。腰が少しつかないよって方はちょっとだけお尻をね、持ち上げてください。この状態を作って手を伸ばすだけです。手をぐーっと伸ばします。そうするとお腹がへこませられて腰が床につくと思います。この状態で息を長く吐くってことをやっていきます。20秒キープするので、だいたい呼吸は2回か3回ぐらい吐き続けるイメージでやってください。前半の5回はこれです。お腹が引っ込むんでやっていきましょう。スタート。お尻をちょっと上げて手を伸ばす。スマホ持ってる方はね、片手伸ばして片手見ながらでもいいです。ぐーっとね、お腹の力を入れて、つま先を上げることで骨盤が立ちます。10秒休んだらやっていきます。今はね、体をリラックスさせていきましょう。ぐーっと手を伸ばして、おへそをね、こっち向いて、おへそをこっち向ける感じ。引っ込めて休みます。難しくないですよね。このつま先上げることですごくね、反り腰が解消されやすくなります。スタート。しっかりね、手をね、遠くに伸ばして、遠くにどんどん引っ込めて、頑張って。オッケー。ちょっと腰が反りやすくなったよって方はね、お尻をね、ちょっとだけ持ち上げて、スタート。お尻をちょっと上げる感じでやると腰がしっかりつきます。お腹をどんどん引っ込めて、オッケー。もう一回が同じ動作です。スタート。反れちゃう人はちょっとお尻を持ち上げて、お尻を締めてください。お尻を締めるとね、お腹にも力入ります。オッケー。次は下半身はこの状態、ちょっとお尻上げて、状態をちょっとだけ起こしましょう。これでキープ。首に対してはね、頭持ってていいです。つま先とお尻を上げたまま、頑張って。 OK。 まだ20秒なんでね、頑張れますよね。頑張っていきましょう。グッと起きて、ちょっとお尻上げて、もしね、上がるのが辛い方はもも裏持ってもいいです。もも裏掴んでね、体を起こして、お腹をどんどん引っ込めて、 OK。 3回。しゃあ、もも裏を持つとね、体が起こしやすいと思います。とにかくお腹を引っ込める、息を長く吐く。これで反り腰がね、解消されていきます。 OK。 この姿勢が良くなるだけでね、お
お腹って引っ込みますからね。腹筋つらい人はこれです。起き上がれない人は背中が硬いパターンもあるので、しっかりね、体を起こすことをするとストレッチにもなります。よし、OK。 ラストはね、手をね、持たずにいきましょう。グーッと、お尻とつま先上げて、膝を変えて、オッケー、ギャー、効いた。お疲れ様でした。今回のつま先を上げることによって骨盤が立てられる、お尻も少し上げることによって腰を支点に腹筋に力が入れやすい状態が作れてました。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。